気象庁地磁気観測所は、茨城県石岡市柿岡にある気象庁に所属する施設等機関である。加納屋出張所地球磁気地球電気に関する観測及び調査を行う機関である。茨城県石岡市柿岡のほか、北海道網走郡、大空町に、目満別観測施設、鹿児島県鹿野や市に、鹿野や観測施設。 東京都小笠原村父島に常時観測点を置く。電気が流れるとき、右ネジの法則により、磁気が発生する。直流は、交流と比較すると、漏洩電流が、遠くまで伝わる。また、交流電気鉄道は、起電方式の工夫により、漏洩電流の発生を抑えることができる一方を、直流電気鉄道は特別な対策を行わない、限り漏洩電流が大きい。 そのため、直流電気鉄道が、近傍にあると時期により、地磁気観測に悪影響が発生する。そのため、東京で鉄道の直流電化が大きく、進展し始めたことが1913年に、茨城県新張郡柿岡町へ移転した理由の一つでもある。戦後、電気事業法に基づく、電気設備に関する技術基準を定める省令が、施行された。 これには、地磁気観測所周辺での鉄道の電化について細かく規制されており、基本的に観測所を中心に、半径 30km 以内で、周囲電化する場合は、原則的に交流電化もしくは観測に影響を出さない対策を施した上での直流電化が義務、付けられている。 JR 常磐線藤城駅付近のデッドセクション電化を断念した関鉄上総線1928年、鹿島山宮鉄道、鹿島線が直流電化が前提という制約のため電化計画を断念した。また、翌年に開業した水戸電気鉄道は、電気鉄道の認可が下りず、断念、軌動車と蒸気機関車での運行となるなど、柿岡においても、 鉄道電化への支障が生じ始めていた。1949年、日本国有鉄道常磐線が、鳥手まで直流電化されたが、鳥手以北の電化については、当観測所に与える影響もありしばらくは進展のない状態であった。観測所の移転計画も検討されたものの、同一地点での連続観測に意義があることや、 地時気への影響の少ない交流電化が1955年から千山線で試験され、実用化とその優位性の目途が立ったため移転は見送られ、1961年に鳥手勝玉が交流電化とし、鳥手藤代間にデッドセクションが設けられた。引き続き1967年の道見都線の全線電化でも交流電化とし、小山。 小田林間にデッドセクションが設けられた。また首都圏新都市鉄道つくばエクスプレスでは、開業当初から森谷駅以北の区間を交流電化とした。さらに、関東鉄道上層線、龍ヶ崎線と鹿島臨海鉄道を洗い鹿島線は、設備費用の問題もあり非電化のままである。なお、本県については、交流電化も参照のこと。なお、 目満別出張所は、JR 北海道赤北本線沿線となるが、こちらは、非電化かのや出張所はかつて近隣を走っていた、大隅線は、非電化で、現在の最寄り駅が、JR 九州日南線の渋市駅、日方本線の国部駅もしくは、都の城駅で、全車が非電化で後車が、交流電化となっている上に3駅とも30キロメートル。 以上離れているため観測への影響は小さい。また父島観測点は、小笠原諸島に位置するため付近に、鉄道はない。一方、千葉県君津市の六谷山で当観測所同様に、地磁気観測を行う、国土地理院六谷山測地観測所が存在する。こちらでは、付近の JR 東日本内房線が1969年に、 直流電化されたが、対策として、通電区間を数キロメートル単位に細分化させ、それぞれの区間に一変電所を設置した上で、絶縁する方式が採用された。地磁気観測には短周期観測と長周期観測の2種類があり、直流電流の影響を受けるのは短周期観測である。長周期観測では、古いデータとの接続をするための補正法がないので、 観測所移転は困難であるが、直流電車が走行した際に発生させるノイズの許容限界が非常に大きいので、直流電化しても問題はない。短周期観測ではノイズの許容限界が非常に小さいため、1980年代以前までの見解では観測所移転の検討などの課題があった。1980年代に5年程度の比較観測したところ、 新しい地点と古い地点のデータの接続ができることで問題がないと判断された。このため、短周期観測については、必要な条件が整えば、新しい観測地点へ移転できるという結論に達した。実際に短周期観測所移転の計画並びに、取り手土裏間の直流電化変更の許可も存在しているようである。その後、移転。 直流電化への変更はされていない。また、この議論の後に開通した筑波エクスプレスでも森や、筑波間は交流電化で開業した。ありがとうございます。